久保さん親父は喜んでおりました。納車いつやねんと。はい、ということで、えー、こちらですね。はい。注文書でございます。注文書が発行されました。注文書がいやー。 まあ、既存 BM、<laughs> BM なんですけど <laughs>。BM ですよ。BM 買いましたにしましょうか、タイトル。また BM 買いましたみたいな <laughs>。まあ、僕のじゃないですけどね。そまあ、実際ね、あの、BM 乗ってみて、まあ、去年か。去年 BM 買って、で、良かったんで、で、僕は思ってたんですよ。なんか、あのー、まあ、GT-R も乗ってるし、BM もあるしみたいな。なんか、 まあ最初ね、でもベンツ買おうと思ってた部分あるんですよ。ベンツがいいかなと思ってたんですけど、まあ実際 BM 乗ってよかったんで、あのー、親父も BM どうだみたいな感じで。うん。そう。なんかまあ最後、その、まあ久保さんはもうね、あのー、車はちょっと無理っていうところで、あのー、言ってましたけど、うちの親父ももう、もう、もう あと2、3年で70ですから、ね。だから良かったなと思います。ギリギリ、ギリ、ギリなんとか間に合ったかなっていう感はありますね。やっぱ70過ぎてから車のプレゼントだとちょっと、これもね、今、現行でバリバリ乗ってるんですよ。なんで、まあ、良かった、間に合ったかなっていうのはありますけど、そう。まあ、まとめるとですね、まあ、お金の使い方ですかね。だから使いたくても、使えなくなる時が来るよって話です。 うんやっぱお金をお金として持ってても、結局よくあるフレーズとしては、しんあの天国に金は持っていけないっていうね。もう本当にまさにその通りで、お金を使えるき時間っていうのもないわけですよ。だからまあ、その親孝行できる時間もないし、お金を使える時間もないわけですよ。だつまり、まあ早く稼いで早く使っていかないと、天国行ったら、 ね、資産1兆円あっても天国行ったら 1, 1円も使えないですから。<laughs> だらやっぱね、これつ、しっかり使っていくっていうね。あまあまあ、久保さんも昔、その、財布にほぼないみたいな、全部使ってたみたいなね、なんか話ありますけど、やっぱね、しっかりとね、お金を回していく、使っていくっていうところが結構やっぱ大事だと思いますよ。だって使える時間がもう少ないわけですから。 で、多くの人はなんでそれ使えないかって言うと、やっぱお金稼げてないからですよね。お金稼げてないから、少ないから、これ使っちゃったらどうしようみたいななるんで。だから自分でお金が稼げるスキルがあれば、使ってもまた稼げばいいやんってなるじゃないですか。もはや。うん。だからまあ、そのループですね、僕の場合は。使う、お金なくても使うし、で、あの、まあ、必要なもの、必要だなと思ったものにはお金か,かけるし。 だからパソコンも50万で買いましたけど、お金なかったけど。だけど必要だと思うから買うし。で、また稼ぐしっていう。だからこれはもうぐる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 回すっていう。うん。だそうしないと、お金をお金のままにしてると、要は体験が得られないんですよね。体験が。 うん要はお金を使って何かに変換することによって例えば旅行に行くんだったら分かりやすいと思いますけどお金ここに100万あったとしてもそっから体験って得られないですよねでも100万で旅行行ったらその海外でのなんかいろんな出来事って思い出に残ったり体験価値として残るわけじゃないですか多分多くあの人生をよりよく生きるためにはどれだけ体験価値を 増やすかっていうとととこころが僕は重要ななななんじゃいいかなといくらお金持ってても全然体験してなかったら、まあ、その人がねそれでいいっていうんだったら別にいいんですけどもやっぱ死ぬ前に僕考えたんですけどやっぱ思い出作りになると思うんですよ究,究極は、まあ、僕はそこの年齢言ってないんであれですけどやっぱうちの親父も言ってましたけど最後ね車でなんか母ちゃんといろんなとこ行,行こうと思うって言ってましたけどだ本当にもう最後思い出作りじゃないですか多分。 うんなんかその60歳からの旅みたいなね。定年からの旅みたいなね。吉永小百合さんのあれが出てて、JR でやってますけど、なんだっけな、あの、キャッチコピー。でも多分、そ,そこしかなくないですか。<laughs> ねえ、久保さんね。いってらっしゃい。